赤間神宮は山口県下関市にある神社。旧社格は寛平大社。壇ノ浦の戦いにおいて幼くして亡くなった安徳天皇を祀る。江戸時代までは安徳天皇御影堂といい、仏式により祀られていた。平家一門を祀る塚があることでも有名であり、前身の阿弥陀寺は耳なし法一の舞台であったが、廃仏毀釈により神社となり現在に至る。貞観元年859年に阿弥陀寺として開闢。文治元年1185年の壇ノ浦の戦いで受水した安徳天皇の遺体は現場付近では発見できなかったが、赤間ヶ関下関に建久2年1191年、勅命により御影堂が建立され、建礼門院ゆかりの尼を奉仕させた。以後勅願寺として崇敬を受ける。明治の神仏分離により阿弥陀寺は廃され、神社となって天皇社と改称した。また歴代天皇陵の事情の終了後、安徳天皇陵は多くの伝承地の中からこの安徳天皇社の境内が明治22年1889年7月25日義陵として公式に示上された。天皇社は明治8年1875年10月7日赤間宮に改称し、寛平中社に列格した。昭和15年1940年8月1日寛平大社に昇格し、赤間神宮に改称した。平の清盛の妻である新野尼は、水の中に入る前に安徳天皇にある歌を詠みました。今ぞ知る身も裾川の御流れ、波の下にも都ありとは。現代の言葉では海の中にも都はあるという意味になりますが、平時子の悲しさと安徳天皇を案じた優しさが詰まった歌だと感じさせられます。境内の雰囲気がどこかと似ている。そう、広島県の厳島神社だ。広島県広島湾に浮かぶ厳島、宮島の北東部、弥山、標高535メートル、北麓に鎮座する。厳島は一般に秋の宮島とも呼ばれ、日本三景の一つに数えられている。平家からの信仰で有名で、平の清盛により現在の会場に立つ大規模な社殿が整えられた。社殿は現在本殿、拝殿、回廊など6棟が国宝に、14棟が重要文化財に指定されている。その他、平家の治めた平家農協をはじめとした国宝重要文化財の工芸品を多数治めている。第二次世界大戦により社殿を焼失し、昭和40年1965年4月に新社殿が竣工した。海に面した厳島神社を模して作られているので、神殿の両側に水が張られている。神殿の脇にある平家の墓に行ってみます。平という名称の由来は諸説あるが、有力な説は太田良が唱えて藤木邦彦、佐伯有清らが発展させた説で、最初の平氏であった桓武平氏の祖である桓武天皇が建設した平安京にちなんで平、和君、平と名付けたとするものである。太田良正史家系大辞典では、その名称は平安京、京都市の本君田平より起こる。けだし桓武帝、この塔を建てられしにより、その子孫、この死を賜物ひしならん、と述べられている。また、林六郎は、桓武平氏の誕生において、一世、親王代、二世、孫王の子姓は源阿孫、三世王、曹孫の子姓の場合は平阿孫という区別があったように思われる、と述べている。しかし、
これも確実な原則ではない。例としては平高宗は桓武天皇皇子桂原親王の子であり、平実世は桓武天皇の四中屋親王の子であり、平唯清は桓武天皇の孫もしくは門徳天皇の孫とされるが、平姓を受けている。そのために平姓は平安遷都後の一時期、天長年間から仁和年間824年-889年まで変則的に与えられたのではないかという説もある。大蓮神社は山口県下関市にある神社である。かつて日本の租借地であった関東州の大蓮市、現中華人民共和国遼寧省大蓮市にあった大蓮神社の神体を日本に持ち帰り再建したもので、赤間神宮の境内社となっている。1945年、昭和20年8月の第二次世界大戦の日本の敗戦の後、ソ連軍が満州、関東州に侵攻し、日本人の住居や商店などが襲われた。大蓮神社にもソ連兵が上がり込んだが、神職が雅楽や舞楽を披露して、それがソ連兵の間で評判となり、大蓮神社は全く被害を受けなかったという。大蓮神社の神体と神宝は、1947年、昭和22年、3月14日、元大蓮神社宮司、水野久直の手によって日本に持ち帰られ、福岡市の箱崎宮に仮安置された。その後、水野が赤間神宮宮司に赴任した際、その境内に彰子を建てて大蓮神社の神体を移し祀った。1973年、昭和48年の第60回神宮式年遷宮の際に古社殿を譲り受け、1980年、昭和55年、本殿北東の現在地に移築して聖戦座祭を行った。なお、大蓮市の大蓮神社跡地は現在、開放小学、同市中山区となっている。関門橋は、山口県下関市と福岡県北九州市門司区の間の関門海峡をまたぐ道路橋の名称、およびこの橋梁を含む区間の高速道路、高速自動車国道の通称。2011年度からの5年計画による大規模補修が行われた。具体的な補修内容としては、歩合桁と主塔の塗り替え塗装、歩合材補修と支承およびボルトの交換、劣化が著しい橋台上面と下面のコンクリート床板の補修と舗装打ち替えなど、特に床板補修においては2013年8月から3期に分けて工事が行われ、この間は片側3車線のうち2車線を通行規制して1車線運用するほど大規模なものであった。ネクスコ西日本と西日本高速道路サービスホールディングス株式会社は、建て替え工事を実施していました壇の浦パーキングエリア、下り線、福岡方面の店舗建物を令和3年6月19日土曜にリニューアルオープンしました。関門海峡付近は古くは陸地で最終氷期、約7万年前から1万年前の寒冷期に河川が発達し、後にこれらの河川が花崗線緑岩の岩石を洗い流して窪地になった。さらに気候が温暖になり海水面が上昇したことで、窪地に海水が入り込み海峡が出来上がった。最深部は水深47メートル。潮流は大潮で最大10ノットを超えることもある。本州と九州を隔てる水路を大瀬戸といい、彦島と本州を隔てる水路を小瀬戸または小渡海峡という。大瀬戸の幅が約600メートルまで狭まる壇の浦留狩の間は、早とも野瀬戸という。瀬戸内海国立公園の一部であり、山頂からは瀬戸内海と日本海、関門橋、関門海峡を挟んで下関市街地と福岡県北九州市門司港を一望にできる場所にあることから、多くの観光客が訪れている。また戦時中は下関要塞地帯に指定されていたこともあり、旧日本軍の倉庫や砲台跡が見られ、戦艦大和の46センチ主砲弾が屋外に展示されている。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。